はい、今回10月4日に一部会場の実施があったトヨタラブ4でオプション関係も一部支援されてるんで、おすすめのオプション関係を紹介しながら会場後ラブ4ですね見積もっていきます。まあ、ハリアと似たような改良内容で、また改良点に関しては右側の方へ貼っときます。で、あとは最新納期とかですね紹介しながら新グレードの方を見積もっていって、グレード変更、オフロードパッケージ2の方ですね、ハイブリッド一番人気で、その次ガソリン車で、で PHEV Z に集約して、確か PHEV3 つありましたよね、グレード。前はそれが Z になって、でオフロードパッケージ2ハイビットの方ですね、こちらを見積もっていって、10月3日にカローラシリーズで、10月4日がラブ4で、で 2.5 リッタープラスモーターですね。トランスミッションは基本的に全車 CVT で、まあ、ハイビットなんで無断変速機、電気式無断変速機で、駆動は E4 で 2AC と5名乗車で、最新燃費で 20.3 キロパーリッター、ルーフがブラックなんですね。新色が追加されて、3番目人気スーパーホワイト2無料、1番人気がアチチュードブラックマイカで、これも無料で、グレーメタリック無料、モートン3色、2と2色で、で今回はアーバンカーキー、ルーフがブラックのこちらを選択して、ルーフがホワイトっていう印象があったのがブラックで、オフロードパッケージ専用合成比較、パフォレーション付きブラックで、で一旦一括倍にしといて、オプション今回はセットオプションがあると思うインテリアカラーで、これも新オプションですよね。デジタルインナーミラー、前方後方録画機能付き、66,000円、安いんですよね。まあハビットだったらこうアクセサリーコンセントも付けといて、44,000円メイクオプションで、セットオプションが、まあ、この D でも ABCD があって、フロアマット、サイドバイザー、盗難防止付き、機能付きのナンバーフレームセット、ラキシソフトトレイですね。リアシート背面も付いていて安い。まあ、これで十分なんで、91,300円。一番高い A だとこんな感じですね。ライセンスフレームとか、あとはマットが変わってきて、で個別だとこんな感じで、 D なんでマット安い方のデラックスですね。 A だとラグジュアリーなんですけどね。アームレスト、サイドタイプ、これもあった方がいいんで付けといて、15,400円。このオプション、ディールオプションがない車種の方が多いんで、でもラケチ関係はもうさっきのセットオプションで付けてるんで、インテリアイルミ、フット部分ですかね、24,200円で、ここら辺は別にダークスモーク赤外線カットで39,600円で、このようなオプションがあって、サンシェード、スカフプレート、かっこいいですね。もうデイスターっすかね、これ。
ブルーに光って、まあ傷防止にもなるんでつけといて、47,300円。あ、同意付けできないですね。もう、ハンズフリー、パワーバックドア、まあ同時道つけるオプションだったんで、エクステリア関係は、まあ特につけたいようなのがなくて、バイザーぐらいですもんね。ハンズフリーパワーバックドア、さっきのスカッフイルミと同時につけないといけないみたいで、スカッフプレートですね、光るタイプので、浸水ドアミラー、セットオプション D に含まれているサイドバイザーもついている状態で、で傷防止とはハンドル部分のプロテクションフィルム、ロッカー部分はさっきのスカフプレートでいいんで、マットガード 13,200円、んでパフォーマンスナンパー 105,600円、でセーフティーセキュリティ、これも特につけたいのはなくて、エクトニクスリバース連動ミラー、パナミックビューモニター、ありかなしか、エンジンスターターもそうで、プロジェクションイルミ 31,900円、ラブ4っていうアルファベットが社名ですね、浮かび上がって 31,900円で、ルームランプが LED 仕様、プラズマクラスター搭載、まあここは辺つけといて、ラケチ LED 31,900円、まあちょっと高いんですけどつけといて、フットライトはまあつけないでいて、パウナミックビューモニター、床下透過表示になって、まあこれも、電動格納式リモコン、こちらついても無料なんですね。つけといて、で、ディスプレイオーディオプラス、10.5 インチですね。こちらも新装備となっていて、デジタルインナーミラーの方でもうドアレコ関係はもう含まれてるんで、でその他 ETC セットアップで内訳合計の方が、車用本体、ハビットフロードパッケージ2で450万3000、オプションはメーカーオプション、ディーラーオプション合わせ686,840円、まあこれだけつけて、で税金諸費用はまあハビットなんで一部免税、店頭引き渡しにして、保証は尽くしプランありにして、諸経費が123,100円で、納期に関しては右側の方へ貼っときます。ラブ4はそんなに納期かからないイメージなんですけどね、まあカローラクロスとかハリアと比べたらですね、ランクと比べたら、で合計車用本体、メーカーオプション、ディーラーオプション、諸経費足して、ハビットアドベンチャーフロードパッケージ2531万2940円、値引き額の相場ちょっと分からないですけどね、まあそれでもマイナーチェンジでもないですし、発売しても結構経ちますかね、現行型になって、で60万弱、
まあ、保証はつく人がつけたも70万近くオプションつけたことになるんで、そういうこと考えたら、まあ、31万2940円ぐらい引いてほしいですよね。はい、今回会場後ラブ4ハイビットアドベンチャーフロートパッケージ2の方を見積もってみたでした。